はい、皆さん、こんにちは。リッキー社長です。今回はですね、まあ今もですね、話題となっておりますアメリカ中間選挙関連、まあ主にですね、下、え、院、ー、議長選に関するですね、情報のアップデートをしていきたいというふうに思いますので、皆さんぜひ最後までご覧になっていただければと思います。まあかなりですね、まあなんていうのかな、かなり選挙区はいい方向に向かってきたんではないかなというふうに思います。 でまず最初なんですけれども、まずですね、日本のお話になるんですが、まあ、先日ですね、岸田首相の方からですね、まあ、少子化対策に関して、まあ、異次元の少子,少子化対策を、ね、やるというような、ね、ことをまあ言っていたというか発表なのかという感じなんですが、また言ってるだけなのかという感じなんですけれども、まあ、検討するというお話ありましたが、まあ、これがですね、まあ、手当拡充の、ねえー、ためにはですね、国民の負担,こう負担をですねこう増やすことが不可欠であるということで、 まあ結局のところ、増税をしようというような形になっているわけなんですよ。なので、異次元の少子化対策は、もはや異次元の増税であるというところでですね、しかもね、あのまあ、な富裕層からね、超富裕層からの、えーまあ、なんていうかな、こうまあ、徴収とかを増やすという案だったりとか、タバコ税とか酒とかね、まあ、その辺の税金を増やすということはです、ね、ほぼほぼ、まあ、確定というか、ですね、まあ、そういった方向で進みそうな、ね、感じになってきていると思うんですけれども、まあ、それだけじゃなくて、消費税もまたね、えー、増税するという。 もうそもそも消費税払って,くる,払ってる国ってさ日本だけじゃんみたいな感じだと思うんですけれどもあのそれをまあなんていうかなこう、まあ、集めてもね賄えないってどんだけ無能,な無能やねみたいなね。 話だと思うんですよもう実際カナダだったかなカナダの経済学者の,あの、まあ、大,学大学教授の方とかがですねあの日本はですねまあなんていうか別に日本人自体が怠け者でもないし、まあ、勤勉に働くし真面目だし犯罪が多いわけでもないし、まあ、いろんなね条件っていうところではかなりいい環境があるはずなのにもかかわらずなぜ貧しいのかというポイントでは完全に政府の政策の失敗であるという珍しい例であるということを、ね、発表してたりとかするわけです。 まさにそうだなというふうに思うところですね。 でそもそも財源とかね、なんかそういったもの、ポコポコポコね、後付けで結構いろいろ出てきてるわけじゃないですか、今確認できてるだけでも、20兆円以上出てきてるわけですよ。なんですけれども、まあ、防衛費のね、えー、話でも1兆円作るためにですね、増税とか、また異次元の少子化対策、増税みたいなね、そりゃね、金集まればそんな少子化対策とかね、そういったもののね、まあ、余力というか、動きなんて取,れ取りやすい状況というのはできると思うんですけれども、そもそもその前にもっと使える金いっぱいあるわけでしょうと。 いうところなわけなんで、そこを見直すこともなく、ただ増税ってもうバカでもできると思うし、あの別に政治に詳しくない人でもね、あの普通に思いつくようなね。 なともうちょっとね、なんかこう、細かいところを見て、ちゃんとやってほしいなとは思いますね。ただ、岸田さんの、こう、なんていうかな、岸田さんだからこ、これくらいで住んでる、まあ、マシな状態で住んでるという見方もできるところはあって、この先、河野太郎だったりとか、石破さんだったりとか、そういった人たちにあの変わっていったとしま、変わっていってしまったとしたら、もうとうとう、マジで日本から出なきゃもう無理だよねっていう状況になっていってしまうと思うんですね。まあ、なんで まあ今、高市さんとかね、そこ、えーまあ、かのちょっとまともなことを言っているような方とかもだんだん出てきてはいるかなと思うんですけど、まあただ言ってるだけでね、まあ、そう最終事件はどうなるかわかんないですけど、はいまあ、そういった人たちがですね当選するには、やっぱりまだね時間がこう、うん、少ないというような形かなとも思いますし、やっぱ敵が多すぎるところであるので、まあ、なかなか,なか、ね、カオスな状況ではあるかなというふうに思うところなんですよね。 でまあ、岸田さんのですね、まあ、決定していることっていうのは、基本的にいい方向に進んでなくて,、まあやってくれ、やってくれたというか、やらかしてくれたなというニュアンスが強いんですけれども、まあ、それこそあの移民というか、ですね、えーまあ、外国人技能実習生の受け入れだったりとか、そういったこともですね強化した、えー、せいで、ですね、まあ、今、かなり統計とかを見ると、ですね外国人の人たちによる犯罪っていうのがやっぱり増えてるわけですよ。まあ、そそそうですよねそもそも、まあ、別にどの国でもあると思うんですよ。外国人の えー、人による犯罪っていうのはねまあこれは別に日本人がその他の国行ってやってる場合もあるかもしれないしってところであると思うんですけどそりゃその母数増えちゃったらそりゃその犯罪増えるに決まってんじゃんって話なわけですよねで今回も中国籍のですね男がですねまあ東急あ東急線のですねホームで刃物を持って暴れてですね、まあ、それで逮捕に至ったわけなんですけども まあなんてう、そういう外国人、外国から日本にやってきた人を、まあ、この岸田さんとかはねあの、国の宝と呼んでるわけですよ。国の宝って普通、日本人の,あの若い人たちの話なんじゃねえのみたいなところなんですけど、まあ、そういった、何、えー、て言うかな、方向ではなくてですね、謎に外国から来る人たちを、 え、優遇するようなね、形になっている。まあ、外国人ファーストのね、あの政策っていうのが日本のね、主たる部分なのかなというふうに思うんですけれども、まあ、非常にゲせないところはありますが、まあ、この外国人ファーストのね、成果っていうのがですね、まあ、めちゃめちゃね、あの、クソみたいな方向にしかね、進んでないとメリットマジでゼロなんですよね。まあ、よくインバウンド、インバウンドって言ったりとかすると思うんですけど、インバウンドだけだったら別にいいんですよ。あの、旅行来たりとかね、それでお金落としていってくれるみたいな話だったら別にいいと思うんですよ。別に日本人も、え、外国に行ってね、お お金落とすっていうことは別にあると思うし、まあ、それは相互作用的にいい効果かなとは思うんですけれどもあの謎にですねこれも実例としてその何だっけなあの銀座の方のですね まあそういった、まあ高島屋とかね、いろんな、まあそう高級ブティックとか、いろいろあると思うんですけど、まあそういったところですね、どうやってやってるのか知らないですけど、まあタックスフリーのところってあるわけじゃないですか。なんですけどね、タックスフリーじゃないところまでそういった扱いになっていて、結局それをね、あの、政府がね、あの、まあ解説した際にはですね、あの、以後気をつけます的なね、そんなあっさりしたね、感じで終わらせられてるわけですよ。しかもね、確かそれ数億円とかそういう規模化にね、なっていったりとかしてるわけなんですよね。 えー、なので、ですね、まあ、この外国人ファーストの、えー、なんていうかなこう結果、ですね別にインバウンドもねほぼほぼそんなに発生してない状態になってしまっていたりとかですね、まあ、それこそ今、中国ではですね、まあ、とんでもない、えー ウいちゃんのねあの、あれになってるわけですけれども、まあ、それでね、完全にね、入国とかそういったところもですね、ガンガン受け入れるような形になっていますし、あのかね、一応、そのセーフティーというか、検査とかそういったものはするみたいな話出てるんですけど、そもそも受け入れんなよと。<laughs> だって、今、すごい、あの何ていうのかな、まあ、死者とかね、そういったものも出てると言われてるじゃないですか、感染爆発みたいな、ね、話とかもあったりとかするわけですよね。 でそれでですねその状態で謎にですねこのタイミングでね入国緩和というかねあの海外渡航緩和とかね、まあ、中国も中国で中国でやっていたりとかするわけですけれども、まあ、なかなか意味不明なことがずっと続いているかなという,ふうに思いますね。 でまあそんな中ですね、まあ、次のね総理候補と言われている河野太郎さんの父上であるですね河野洋平さんがですねなんか知んないけど最近急にねまたツイッターのトレンドに上がってくるようになっていてまた意味不明なこと言ってるわけですよね。あああののののま今なてうか日本ね武装 あの防衛にですね、えー、まあ純序の武装という部分でですね、まあ、いろんなね、えーまあこうまあ、北朝鮮からもいろんなねミサイルがね飛んできたりとか、えー、他の、ねえー、ところからもサイバーテロとかいろんなことがあったりとかするわけですけれども、まあ、そういったものをひっくるめて、やっぱり防衛の部分は強化するべきだとは思うんですね、ぶっちゃけ、ね。なんですけれども、この河野洋平さん、まあそうまあ、今そういう考え方多いのかなとは思うんですが、その反撃能力というもの自体がです、ね、相手への威嚇になっていて、日本の歴史 政治的なな事情を反省に基づきききやっっっててていけないいいけこことととはっきりさせるべだう言ですねどうやったらこういう考え方になるのかマジで分かんなくて、あのまあ、分かりますよ、その喧嘩しないのが一番だと思うし、争わないのが一番だと思うんですけど、ただやっぱリアルにね、いろんなことを考えていくとそうはならないわけじゃないですか、ぶっちゃけね、あのいろんなことあったりとか、あの人身売買もあったりとかね、あのまあ誘拐だったりとか、それ,はそれこそ他国に拉致っていっちゃったりとか。 まあいろんな問題、あとはまあね、地政、まあ、学的な部分からですね、やっぱりランドパワー、その陸の力がね、強い国とか、やっぱり日本とか欲しいとかね、そういったこと、まあ、土地が欲しくなってくるわけなんで、まあそういったところからもですね、 まあ、もう常に脅威っていうのはあるわけですよね、もうどっかしらは絶対にどっかを狙ってるみたいな状態になってるわけなんで、そんななんていうのかな、こう理想論がまかり通るような状況ではないと思うし、そもそもまあ、なんていうかな、まあ、それができればいいよっていうね、あのことばかりがですね、なんか政治界隈とかでは出てくると思うんですけれども、まあ、そんな甘くねえだろうと。 いいう,うに思いますし、まあ、実際そういった武装してないと、まあ、何かが起きた時にね反撃能力持ってないからあの攻撃されないなんていう保証がどこにあんねんっていう話なわけなんでだったら反撃能力持ってねちゃんと、えー、なんていう応戦というかねなんていうのかなこうちゃんとうん抑止できる状況があればいいんじゃないかなと思うんですけどもそれすらもね排除しようとしたりとかねする人たちがいっぱいいるわけですよねもう本当に意味がわかんないし、まあ、そもそも多分あの今のね学校の教育とかでも、まあ、それこそ僕の教育 僕のその担任だったその学校の先生とかも同じようなことを言ってたりとかね、あのしていたりとか、まあ、今だとね SDGs とかね意味不明なね <laughs> ことを言ったりとかしてると思うんですけど、まあ、だから全部理想論でそれができればいいけど、できねえじゃんっていう話ばっかをです、ね、どん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 刷り込んでいってですね、ままあ、なんかこう、えーまあ国家防衛のですね、えー 動きっていうのはですね、なかなかこう食い止めるような形が多いんではないかなというふうに思います。ちょっとまさにちょっとね、あの日本の話が長くなってしまいましたが、えー、次がですね、えー、アメリカのですね、えー、中間選挙下院、えー、議,議長選のですねお話になりますが、まあ、これがですね、結局ね、あのケビン・マッカーシーさんに変わりましたと。で、僕のですね、この動画がですね、あの審査の関係でだいたいね、あの1日か数時間、まあ、 ちょっと長い時間ですね。遅れて投稿するような形になっているので、若干ですね、結果とそのプロセスっていうのがですね、被るタイミングがあったりとかするので、まあそちらの方はですね、ちょっとご了承の上、えー、ご覧になっていただければと思うんですけれども、まああの、一応その、まあ先日の段階ではですね、一応、えー なんな、こう、トランプさんだったりとか、そういったところがですね、候補として上がってくることはあったんですが、まあそういった結果にはならずですね、えー、ケビン・マパーシさんが、えー、選出されたということで、これがね、15回目でようやく決まったみたいなんですけれども、まあなぜそれが決まったのかっていうところではですね、まあこれがケビンさん側がですね、まあ譲歩したようになったわけなんですね。で、フリーダムコーカスという、その極,、まあ、極右というか、まあなんていうかな、まあ再右派っていうのかな、まあそういった えー、人たちがですね、えーまあ、自由主義、あの究極系みたいな方たち、まあ、デサンティスさんとかね、マージョリー・テイラー・グリーンさんとかいろいろいるわけですけれども、まあ、そういった人たち、まあ、マージョリーさんはですねあの、トランプさんがケビンさんね、あの推薦するんだったら私も推薦しますよみたいな感じでやってたわけなんですけれども、まあ、ケ,ビンケビン・マカーシーさんってね、まあ、そもそもリノだというふうな、ねえー、ところもあったし、そもそも1月6日の件とかでも最初トランプさんを擁護するような、ね、ことを言ってたけど、なんか手のひら返したりとかね、まあなんか ちょっっとペンスっぽい感じだまた、ペンシルベニアだったかな、カリフォルニアか、カリフォルニア州の選出だったりとかするまあ関係ですね。やっぱりこうちょっとね赤、赤だけど青混ざってんじゃねえかみたいな。あのそういった え、話もあったりとかしたわけなんですけれども、まあそういった疑惑だらけのこのケビンさんをなぜトランプさんがね、あの選んだのかっていうところでね、あの、まあいろいろ、まあこうあったわけですけれども、最終的にはこのケビン・マーカーシさんが選ばれたと。で、この譲歩した条件がですね、まあ言っちゃえばそのさっき言ったフリーダムコーカスの方たちが、まあずっとね、あの反対票、まあトランプさんがね、ケビンをまあ推薦するぞっていうことをね、言ってたけど、まあそれに反した、まあこう回答というかね、まあ行動をね、取っていたわけなんで ですけれども、まあ、最終的にはそのフリーダム・コーカスの方々とかも納得するような、えー、まあこう ま、条件っていうのがあったというようなところですね。まあ議、議長不信任案っていうのもあるんですけども、これ20人だったかな。20人が反対票を入れてると、まあ、今回みたいにね、あの、ずっとズル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 、その何回でもやり直せると、あの、リセットすることができるみたいなね。まあ、そういったものもあったんですけど、それがたった一人の議員が同意を提出するだけでできるようにしますということも、ま、情報したもの。あとは、 フリーランムコーカスのメンバーが会員ルール委員会に席を持つこと、まあ、これはかなり強力かなというふうに思いますし、まあ、これちょっと有名なんですけど、裁量的支出の上限、これちょっとよくわかんないですね。まあ、などなどですね。 まあ,あとは、あの司法省の武器化についての委員会を設置とかね、いろんな、そういった、まあ、今問題、問題となっている部分に対して切り込むようなですね、動きっていうのがめちゃめちゃね、えー、条件の中に入っていたわけなんですけど、それを全部、まるっとあの、どれ、なんていうかな、一個も欠かすことなく飲んだらしいんですよね。まあ、そりゃだったら、まあ、やる、い,やあい,い,あのいいよみたいな、なんかそういった流れになったっぽいんですけれども。 まあ一応裏裏というか、まあその中ではですね、最中で、さなかですね、えー、まあこう、まあマージョリーさんのね、電話とかから、えー、その今反対派、反対だったですね、人たちに、トランプさん自体もですね、かなり連絡をね、したりとかして説得していたっていう動きもですね、あったようでですね、まあそういったものが講じて、こういった結果になってですね、ようやく会員が、ええーまあ、まあ完全に奪還できて、ちゃんとで、ね、動けるような状況、まあ、ええー、 にな、えー、なったかとというところこれからですね、ようやく1月6日の件、えー、もそうですし、まあ、FBI、あとはファウチだったりとか、えー、いろんなですね県に関して、えー、切り込みが、ね、始まっていくんではないかなというふうに思いますし、まあ、そもそもこのケビンさんをですねこの立場に置くことによって、もう至る所からね、あのー まあ、目がね、監視の目が、えー、あるわけなんで、まあ、その D の、まあ、特に共和党のですね、まあ、やつらは結構厄介だったわけなんであの、そういったところがですね、こういった監視下に置かれるような形っていうのは非常にいいんではないかなと思いますし、まあ、このフリーダムコーカスのメンバーもですね、えー、その会員議席へ持つということでですね、まあ、そういったところでもですね、 まあ今まで多分まあ民主党とね結託していろいろやってたような人たちもいると思うんですけれども、その動きにですね、くさびを打つことができたんではないかなというふうにえ思うところですね。まあ、これからですね、その様々な弾劾だったりとかね、調査というのもね始まっていくかなというふうに思いますので、非常にそれぐらいがね、楽しみですね。で、まあ、もともとね、ペロシがね、その、まあ、議、まあ、座にいたえ形だったわけなんで、 まあ、いろんなね、ことが今、隠されているような状況となっておりますが、まあ、徐々にですね、開示されていて、1月6日の件もですね、大きくひっくり返って、もそこからひっくり返ったらもう結構やばいですよね。マジで、あのー、何て言うのかな、極刑になる人とかめっちゃ出てくるんじゃないかなっていうレベル感だったりとかするわけなんで、まあ、なかなかですね、この辺は、これから面白い方向に進んでいくかなというふうに思いますので、また新たな情報をですね、CD 次第皆さんの方にもね、シェアをしていきたいというふうに思いますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。 で、この、えー、YouTube 上ではですね、お話しできない内容がね、まだまだめちゃめちゃいっぱいあるわけなんですけども、まあそういったものに関してはですね、僕の運営しているニコニコチャンネルでですね、えー、情報発信をしておりますので、えー、URL を概要欄の方に貼り付けておいてありますので、ぜひそちらの方からですね、フォローと、えー、チャンネル登録、ご入会のほどよろしくお願いいたします。 で、他にもですね、えー、僕の運営しているツイッターだったりとか、リッキーポリティクスという新たなチャンネル、えー、そちらの方もですね、URL 貼り付けておいてありますので、ぜひそちらの方からですね、フォローと、えー、チャンネル登録、グッドボタンの方、よろしくお願いいたします。というわけで、今回この辺で終わりにしたいと思います。それでは皆さん、バイバイ。